おはようございます。もっと声出せ。あらーす。久しぶりだな。久しぶりですね。また俺と恐怖の撮影が始まるな。楽しみですね。営業もめちゃくちゃ良くなるね。良くなりました。ジムのパートさんから社員に変わった子もめちゃくちゃ楽しいですって言ってくれたな今日。顔つき全然違うじゃん。あ、違います違います。も声も全然違うな。はい、なんかシャキシャキしてるな。シャキシャキしてます。絶好調の塗り替え道場で、まあはい、関東も知ってもね、随時募集して何社かね今来てくれとるんで、足場屋さん、塗装屋さん、シーリング屋さん、はい、距離業者やってるけど、もうもちろんいいところと出会いたいもんで、はい、まあ一軒やってもらってある程度信用できるとかいろいろあるんで、まあ本当に、ね、できるだけ多くの人たちと関わってやっていきたいなと思ってますんで、ぜひお願いしたい。で、今日話したいことはさ、はい、まあ、俺の先輩の息子が働いとる動画の社や、はい、あだらなんだってあいつ、結局流れちゃって、もう俺はでも名前決まったわ、はい、ピノキオだわ。ヘイピノキオ。ピノキオ、ヘイのび太、のび太ジャイアン。そうか、何何もう一回。ヘイのび太キージャイアン。そんな風に言う。こんな感じですよ。そんな感じか、のび太くん。はい、そう。なんでまあピノキオはっていうと、はい、俺に嘘ついたんだわ。寺岸が面倒見とるやん。なんか寺岸と喋っとったら、いやなんか社長に何回電話しても電話でんって言ってますって言って、待って電話かかってきてねえって言って、はい、でちょっと変わってって言って、もう電話したって言ったら、はい、電話しましたと、はい、もう LINE 電話が鳴ってないぞって言ったら、いやかけましたって、見せろよトークルームみたいな。ああはい。なら、いや毎回消しとるんで、はい、絶対嘘やん。まあそう、まあそう、お前なんかどう思うかって言って、はい、呼び出して怒ったんだ俺。はい、でわざと会社まで呼び出して、はい、で俺もお前をそんな怒る時間もないし、ちっちゃい嘘ついても分かるじゃんって、はい、でお前が寺岸にそうやって言って、俺の信用もなくなるんだぞって、何回電話しても電話でんと、すいませんでしたって言って、はい、まさかの事件発生だって。最初の電話の段階かなんかでは、いつから正社員になるっていうか社会保険入るとかさ、はい、そういう絡みがあるもんで、ちゃんと連絡してこなかったんだけど向こうが、はい、で俺も連絡ないし、はい、で大谷ちゃんにはでも社長にこう話したいですって言って連絡入れたと、はい、だけど連絡がこんかったと、はい、言っとったの、はい、それ俺が怒った後だな、はい、でそれで連絡が来るもんだと思ったので、はい、だけど、まあ、寺岸にも怒られるわけじゃん、早くお前社長に行ったんかって言って、はいはい、あ、言いましたって多分言っちゃったんだろうな、はい、もう本当にあかんこと、はい、だけどな、治ると思ったのが俺、みんな自信がないし、やっぱ怖いんだろうな。そうですね、絶対的に俺のことは怖いと思うのは、はい、現場の仕事とか職人さんって怖えじゃん。はい。わーみたいな感じじゃん。はい。まあ、言って俺なんかこうやって大きい声出すけど、そんなことで厳しいんじゃん。はい。そうだったらお前なんかもう1000回ぐらい厳しいんだろ。1000回じゃ足りないから。そう。こま切れやん。1日2回ぐらいです。1日2回、みじん切りやん。いや、お前が嘘つくことで、お前が守られたかもしれんけど、俺の一生懸命やってきてる今までの何十年間、俺はまあ人に別に嘘つくつもりもないじゃん。はい。嘘ついちゃったことはあるよ。あるじゃん、いや明日までやっとくわってやらなかった時とかもあるし、はい、それはあるけど、いい時も悪い時もあった。トータルが俺の今の信用力でしょ、はい、でその信用力にお前傷つけとうなぞって、はい、だったらもうやめてけって、必要ねえぞって、はい、でも俺のためとかじゃなくて会社全体のこと考えて、お前みたいなやつが風潮したら困るやんけって、はい、そうやつってもういろんなこと言い出すもんね、まあ、でもまあ本当にすいませんって、心入れ替えてやりますっていうな、まあいい、はい、いい子だよさ、あの子もさ、ほんと、はい、でまあどこにしてあげようかなと思って。ジャイアンはそれを動画にすることに決めた。あいつに締めることに決めた。俺今日決めたから。目がもうへみたいな。ひらがなの。大体やってる。でまあ今日は早速、まあ、説教食らおうかなと、はい。見苦しい部分見せると思うの、はい。やっぱ人の教育が俺会社の成長の一番だと思うんだよね。遠回りに見えるけど、テクニックに走るじゃんみんな。どうやってたら会社でかくなりますかとか、みんなコメント欄よく来るわ。ああ、ありがとうございます。でもそれってテクニックでしょ。お前現場ねえやねえかお前ほら。あれ、お、あるわ。ありました。No. ありましたありました。指が本当に伸びたみたいな。なんか、あ、ありましたとか言って指が。あるわ。ありがとうございます。あ、お前、あいつが屋根乗ってるわ。会社の小ちいちゃな石垣が練り替え道場にやってきたで。はい。その石垣を磨きに行ってるか。ピカピカにな。よろしくします。いっぱい石垣にしちゃうわ。はい。暑いな。よし、座ろうか。真ん中で。あ、俺ですか。えい。お疲れ様です。お疲れ様です。俺のこと怖いの。
怖いですよ怖いですよねえだろお前さすぐ笑って喋るのやめろ。あーすいません、ちょっとずつ直せ。ね、年いくつだお前。24です。24だともうしっかりしなあかんだろう。そうですね。なんて大事。どう、そうそう、仕事はどう。仕事はちゃんとやってください。下手なにやつ使うよりかはいいですね。ああ、仕事やる、うん、やるっすね。サボトランスね、ちょいちょい見に行くとサボトラン方はただお前やらかしたな。そうですね、お前ね、やらかしたろ。はい、まあ、で動画に趣味いいって言ったらダメって言ったけどそうです、ね、お前また事件発覚したぞ。何の事件ですか。今日大谷ちゃん喋ったの。はい、大谷ちゃんに何回か言ってんのって言ったら、いや何も連絡ないですよ私に。いや直接ですよ。寺木さんもいましたよね、その時。もう何回か電話しろって言ったやっけ。大谷さんですよね。うん、おー、いやいや直接だって喋りました。直接で その後も連絡しちゃって言っとったわ。大谷ちゃんに言ったのももう嘘って謝ったのか。待ってですけど、それは嘘じゃないんで。何笑っとんの、本当に見ないやつ。あー、そうなんだ。笑い事じゃねえよ、別に。何で笑えるの。何や、どういうこと、どういうこと。あの、事務所に行った時に、その、社会保険の話になって、うん、うん、じゃあそれは分かったんだけど、それは電話で確認しておきますって言ってたんで、あ、分かりました。社長に聞いて、みたいな感じだったの。あ、そうです。俺、お前電話しゃべった時に何回か、いや、大谷ちゃんにも催促したんですけどねって言って、なんか言ってたの、最初。で、社長にも何回か電話して、はいはい、大谷ちゃんにも何回か電話してって言ってたわ。あー、ありました、ありました。電話はしてないです。直接会ってる。自分を強く見せんでいいんだぞ。ああ、はい、よく言われます、うん、言われるだろ。はい、言われます言われるだろ。そういう素直でいいんだって。はい、なんか不良ぶらなかんとか何しなかんとかで、そういう時って一番弱いんだよね、人って、はい、俺もそうだったもん、若い時。ああ、そうです。格好つけてこうやって胸だけ張って、ああ、あんまりそういうとこは良くないじゃん。社長に何回か電話しましたよね、だったっけ。はいはい、ありました。で、LINE 消した、消し、はい、毎日消しますだろう、お前。いや、これはほんまです、すみません。見せろ、お前。いや、俺こうやって追い込んでいくねんな、そういう嘘つくやつ。俺の追い込み絶対逃げれんぞ。そうっすね。あの、非表示のやつ、表示させろ。そうっすけど。悲惨だろ、おかしいよ。で、俺に怒られたもんね、それやったんだろ。怒られたら絶対見せなあかんと思って。これは本当です。俺追い込むぞ、マジで。それはもう3ヶ月後とかでも、じゃあお前の LINE 見たら全部消えると思うの、連れとかの LINE も。消してますね。もう必要事項終わったらパッて消します。LINE のトークバーって溜まってちゃうんで。あ、トーク止まってもいいやん、別に。そうですね。非表示リスト、はい、小林勝野も非表示にしとるわ、お前。なんで俺非表示にしとんだって、お前。これ開くじゃないですか。あ、手は震えとるって、お前。これいじめとんじゃないの。ほら、だって出てくるわよ、別に。やろう、出てきます。だから別に消してないわよ、トーク全部消しとるって言ったよ。え、消してるつもり。そうそう、でも消してないだろ。消してなかった。じゃあ別にいいんだぞ、はい、それ俺怒らんから、そんなこと言ったら。消しちゃって怒らんじゃなくて教えとるんだよ、お前。お前が損するぞっていう話だ、はい、でそれで自分をこうやって隠して、あ、社長に電話で言っちゃった。でその後に非表示にしたんだろ、どうせ。俺 LINE 電話して聞くねん、いつ非表示にしましたかって。あ自信持てたは言わんけど、やっぱ自分を変えなかった。はい、お前一人で生きとるんじゃないもんね。そうですね。だから別に一生懸命素直にやっときゃ失敗なんかみんなやむしくるんじゃない。あ、はい。そうですね。やっちゃった。やっちゃったです。もう今の方がよっぽどいい話し方してるぞ。ほんまですか。うん、来てお前、いや、って作り笑いしてごまかして逃げとるだけ。俺と別に向かい合ってないな、こいつって。あ、はい、ビビって逃げ出して、はい、そんな人間関係作れるか。あ、無理だと思います。なるほど。こいつはそうやってやるもんね、人気関係はなかなかできないんだよ。そうですね。僕はもう無理。今日も天空の城ラピュタのロボットみたいな顔しとったんですよ、朝から。そうですね、思考停止して。思考、思考、思考、思考停止。思考、思考停止。思考、思考停止ですね。そうですね。この会社やだ。いや、全然もうそんな思ってはないです。怖いですね。手焼きしは、いや、めちゃくちゃ優しいですね。やりたいことやっぱやらさせてくれますし。俺は、あ、社長も優しいですよ。嘘つくな、お前。いや、まず雇ってもらってる時点で。そうですね、まあ、いいこと言うけ。逃げてきた人生だと思うよ。そうですね。例えば、まあ、撮影許可でもそうだよな。あ、そうですね。あそこで撮影したよなって言って、じゃあそこ電話して聞いといてって言って、はい、俺がお前あれ聞いたかって言ったら、お前だって今のお前だったらさ、いや、あ、電話したけどダメって言ってましたね、言っちゃうだろ、とっさに出るだろ、はい、そうですね。俺もそうだったな、昔。あ、それは別にお前は悪いことじゃない、はい、
でもそうやったらもうだってもう二度とその店は使えんなと思うわけじゃん。そうですね。それって塗り替え道場も多々あるんだって。お客さんに対して社長に言ったのって言って、あ、言いましたって言ってもないのに言いましたって言って、はい、社内の嘘つきが、あ、はいはい、で嘘つきって悪いけど弱さから出る嘘だよ。あ、はい、別にあの 人を傷つける嘘じゃないじゃん別にお前の人は。あ、まあそうですね。自分を守った嘘だろ。はい、こうやってフォローしちゃったらお前フォローしちゃったんだぞお前、なんかしゃべるやお前そういうとこないんか、お前から見といてそういうとこ、あ、ちょっとあるなって感じもあるの。あ、あるっすね、ちょこ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 、多分見てあると思うぞ。お前も伝えたらかしら。あ、まあ、そうです、ね、そういうとこは直しちゃった方がいいぞと。優しいお父さんの目になった方がいい。全然顔が違うななんかお父さんの目になった方がいいな。なんか優しい顔、優しいね。職人を育てる目だな、うん、どれぐらいアルバイトほとんど来ます。そうです、週3とかは来てますね。日程決めたら遅刻したりとか寝坊したりとか。いや、それはないですね。うん、ないですね、今のところだけ。まだ最初なんで。最初なんで、まあ、立ったらお前寝坊するかいこれ。いやいや、すいませんでしたってまずは最初にそれを言うことやな、はい、いや、そうっすね、へーへーへー、はあ、そうっすね、ははーって言っとっても、そうですね、俺信用ねえなって、俺逆になる、はい、ごめんなさい、すいませんでしたって言ったら、はい、俺は信用できるし、そんなやついないでしょ、スポーツの世界とかじゃ。まあそうですね。野球やって一軍で戦ってるお前、野球の選手がそんなやつおる、すいませんみたいな、ゲゲゲのゲーって言ってるおるか。まあいないと思います。絶対ないと思います。いや、まずそこから真似していかんと。そうですね、うん、で、まあ自信ないのはいいし、お前がそんな未熟なの知っとるって。あ、はい、だから1万2000円しかもらえんだろ。そうですね。でそうじゃん、まあ、そのまま当たり前のことだよ。そうですね、できたら1万8000円もらえるわけだろ。あ、はい、頑張ります。いい、はい、これが説教でいっか。はい、もうちょっと僕申し訳なかったけど、はい、大体そのマッチング、はい、うん、募集しますんで、6月か、6月1日ぐらいで、もう1ヶ月遅れて 6月になってるんですけど、それまでに募集した人たちが無料で、ちょっと1回、2、3ヶ月本当にあの募集止めちゃいますので、それまでにぜひあの登録のほどよろしくお願いします。あとは求人マッチの方もよろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあ、あ、お前、名前何だった？ハルトです。あ、じゃあ YouTube 上で結局、うやむやになってハルトになりますね。ハルト、カタカナ名字が P で、名前だけが出てる。じゃあピノキオだ。ピノキオ、ピノキオ。ああ、そうですね。嘘つくで。お前の鼻が立派になって、はい、天狗さんみたいになるように、はい、お前の成長を見ていきたいわけじゃん。視聴者って別にお前の今日すげえなって見たくないんだって。ああ、はい、うん、俺もことも別に芸能人じゃないわけだし、はい、俺が見たいんじゃない。俺らが一生懸命頑張って会社で運動番見たいでしょ、はい、そうですね。うちは見られてるわけじゃん。お前の成長見たいんじゃない。ピノキオ命名だろ、はい、ピノキオって最後どうなるの、幸せになるの。最後成長してなんか人間になるんだったらちょっといいよな。はい、だから嘘ついたら鼻が抜けるんだろ。確か、確かそうですよね。で、だんだんいい人間になってって、ああ、人間になれるんじゃなかった。ああ、そんなんでしたっけ。違った。いや、わかんないです、見たことないです。お前また嘘つくんだ。いや、見たことないです。あ、いや、あの本体は知ってますよ。見たことはないです。お前今の方がいい顔しょるべ。そうですか。あの、全然ね、つけるの自分な。はい、まあ、これ慣れもあるし、だって本当に逃げ出すよ。はい、うん、ピノキオ、命名ですよ。頑張ってこ。あいつはあのラピュタのロボット。はい。感情殺すもん俺が。ちょっとお前あれどうなったんだって言ったら。やばい。まあそうなってみましょう。はい。よし、じゃあ豪華頑張ろうか。はい。せーの。あとね。Yeah.